こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。アマゾンで儲ける仕組み。今日は物価の安い国から物価の高い国に商品を動かして儲けるということのね、一例。オーストラリアアマゾンで販売してるんですけど、オーストラリアと日本の所得の違いについてちょっと説明します。何しろ、最低時給で3倍以上の開きがあります。時給がね、もう3倍以上開きあるわけなんで、商品探して3倍の価格下がる商品は、簡単に見つかると。これが商品探しが簡単ですと言ってる理由です。ちなみに、オーストラリアと日本の所得、こんな風になってまして、日本の場合、平均所得は423万円。で、日本の特徴というかね、このね、安い時給の人、安い所得の人がたくさんいると。はっきり言って、公務員と、一部上場企業の、給与の高いところの人が給与を押し上げてて、ただほとんどのね、サービス業についてる人とかは年収非常に低いというのが日本の特徴でしょうね。最低時給は一番高い東京で1072円。最低は秋田県やら青森県やら沖縄やら鹿児島やら長崎やらあっちこっちが853円です。一方、オーストラリアの平均所得は7万5千ドル。約700万円。で、最低時給は38.46ドル、3600円。おそらくほとんどの人はこの最低時給は3600円って感覚がわからないと思うんですけど、オーストラリアの最低時給は3600円。東京と比べても3.5倍。秋田なんかと比べると4倍になります。そんなわけで、物価の高いオーストラリアで物を売るならね、高く売れるんで、3倍以上で売れる商品を見つけやすい理由と。あと、所得のね、違いの方をご紹介しました。自信を持ってね、商品探しをすれば簡単に見つかりますので、商品探しにお悩みというか、うまくいかない場合はお気軽にご相談ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。